本日は伴中村選手が木村フィリップミノル選手に対してまさかの驚きの発言をされていたので、今日はそのことについてまとめました。最後までどうぞ動画をご覧ください。伴中村氏が主催する喧嘩バトルロワイヤルの公式 X でこのような重大発表がされました。重大発表、喧嘩バトルロワイヤルついに開幕。なんと今回はあの木村ミノルフィリップミノル選手が殴り込み、今回は世界を舞台に12月23日喧嘩バトルロワイヤルトゥーザワールドを見逃すなと木村フィリップミノル選手が喧嘩バトルロワイヤルに電撃参戦することが公式の X で発表されました。木村フィリップミノル選手は今年の6月のライジンの試合でドーピング陽性反応が出て、半年間ライジン出場停止処分が下っていました。そんな中、今年の大晦日のライジンの舞台でアンポ・ルキア選手とのキックボクシングルールでの対決が決定して話題となっていました。この試合に関しては木村選手の処分が甘すぎる、ドーピングをしっかり抜いてからリングに上げるべき、この試合は盛り上がるなどといったさまざまな賛否の声が上がっていました。しかし再びドーピング検査で陽性反応が出て、アンポ選手との試合は消滅してしまいました。そんな中、喧嘩バトルロワイヤルに木村フィリップミノル選手がまさかの参戦ということで、格闘技界に衝撃が走っております。伴中村氏は今回の木村選手の参戦についてこのようなコメントをされています。ちなみにミノルは俺と同じ山梨出身で、一緒に盛り上げてくれようとしてくれて賛否両論ある中で心意気感謝しますと、賛否両論がある中で木村フィリップミノル選手が一緒に盛り上げようとしてくれる姿に感謝の思いを伝えていました。この伴中村氏の投稿や喧嘩バトルロワイヤル公式 X の投稿に対して、ネットからはもう何でもありだな、金って怖いな、こんなの子供に見せられないな、ルール違反しても普通に稼げて輝けるってなったら世の中めちゃくちゃだわ、木村そんなことしてる場合じゃねえだろ、自分のやったことの重大さが分かってないのか、もうライジン来なくてよいです、お疲れ様です。バンちゃん、アンポ選手が何かつぶやいていましたが、ミノル選手と同郷でしたか、山梨県、賛否両論ありますが頑張ってなどといったさまざまな声が上がっていました。木村選手との試合が消滅したアンポルキア選手はご自身の X に、今回の木村フィリップミノル選手の喧嘩バトルロワイヤル参戦に関して、お前何しとんねん笑とツッコミを入れる投稿をされていました。今回の一連の喧嘩バトルロワイヤルに参戦する木村選手や伴中村選手の言動について、あなたはどのような意見や感想をお持ちでしょうか。コメント欄で教えてください。これからの格闘技業界どのようになっていくのか、今後の動向が気になるところですね。